これから洗濯物干し競争が始まるみたいですという前に、こう北澤先生がこちらにおられるんで、おはようございますもうちょっと疲れすぎて声が出ないです今日は日本からあれですか、見学に来られたんですか、こちらも。いや、もうここに住んで、ここに1ヶ月になるすいません、ちょっと YouTube なんで、そういうネタ言っていいのか分からなかったね、今ちょっと中途半端な感じだったんですけど司会してます、はい、ここで。あ、司会なんですか。司会なんです。重役ですね。今日のプログラム説明していただいてもいいですか。あ、今始まったみたいです。じゃあ北田先生、ナレーションお願いします。赤早いですみたいなさあ、始まりました、洗濯物競争。ルールはどれだけ早く洗濯物を紐に吊るせるかです。ということは、これやっぱ主婦の方が有利になってくるんですかね。ここに出てるのはみんな主婦の方ですね。はい、男性は出てません。はい。でも長年の家事経験を生かした競技と なってるんですね。家でどれだけ洗濯物を干してるかということが鍵になってくると思いますさあ、頑張ってください。早い。干しては取る、干しては取る。ちなみに土田さんの奥様の洗濯物の腕は相当うまいですよ。はい、僕の出る幕はありません、はい、じゃあ奥様にもこの言葉聞いていただきたいですね、この動画。そうですね、はい、ぜひ YouTube のリンク送っておきます。はい、お願いします。じゃあ、さあ頑張ってください。ちょっと現場に近づいてみます。あ、ち干しては取る、干しては取る。おっと、チーナ出てる。チーナハーピード、チーナハーピード。あ、すいません。お家でたくさん洗濯物を干してる。お母さんたちならやめたくなんです。皆さんは洗濯物の腕を競い合ってますね。シュールですキヨドの、うまかったですね、早かったですね。あ、誕生日おめでとうございますお、あ、マリアン来ました、マリアン来ました。マリアン、マリアン、あここからムカデ競争に参加します。足を縛ってます、こうやって。マイコンプ練習だもん。うん、どす、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 うん、これまた。さあ、どんどんと連れてきました。大量です、大量です。どんな魚か見てみますお、釣れそうです、釣れそうです。クワーゼ、クワーゼ、クワーゼ。おっと、これはインチキ。7位まで。こちらではゲートボールという競技が行われています。運動会でゲートボール、地域のゲートボールっぽいですね。
ください。あと1分を切りました。さあ男子チーム盛り上がってます。この運動会の集大成、リレーが行われてます。小一中スーパー終わりました。最終種目リレー。